こんにちは、手作り倉庫です。編んだバッグですね。編んだものにワイヤー口金を入れまして、ワイヤーポーチにしてみましたけれども、この編んだものからワイヤーを入れるというのはなかなか大きさの何ですかね、大きさの割り付けが難しかったですね。で、市販のフレーム、今100円ショップで手に入りますけども、それですと初めからサイズが決まってまして、とってもこう説明しにくいっていうか、バッチリサイズを決めなきゃいけないもんですから、今回ハンガーワイヤーを使います。で、このサイズの割り付けなんですけれども、これは一つの比率として覚えていただくといいと思うんですけれども、このバッグの幅がダブル、これが8としまして、そして高さを6から 6.5、奥行き、マチですね、奥行きを5という単位に置き換えて、そして寸法を割り出していくと、とても形の良いワイヤーバッグ、ワイヤーフレーム、口金のバッグになると思うんです。これは布でもこれと同じような、これ仕上がりサイズですね、同じように寸法を割り出していかれるといいと思うんですけれども、これは一つの目安ですけどね。もっと高いものがお好きという場合は高さを出せばいいと思うんですけれども、編み物でする場合、あまり高いとへっちゃけちゃうっていうか、裏の内布にしっかりした芯を貼れば、それはそれで解決することだと思うんですけれども、今回はこんなような方式を目安にして、そして大きさをまず底の、この大きさを編みまして、そして編み進めていくという形でバッグにしました。ですから、この6対8対5、高さ6、幅が8、奥行きが5という単位が、いい寸法が割り出せると思います。これ今底を編みましたけれども、細編みだけで長方形編みっていうのをいろんな方が出しているので、それで編んでいただくといいと思うんですけども、だいたい17センチと 9.5 センチぐらいの幅のものをまず編みました。そして側面、これ編んでいきますけれども、最初にこれ鎖を入れて一つ置いて、細編み、鎖を入れ、一つ入れて、細編み、鎖、一つ置いて、細編み、鎖、一つ置いて、細編み、鎖。これが側面の1段目。そして2段目、これ立ち目なしで、今編みなかったところに中長編み入れます。それ、これ引き抜きしたところを印しときながらやるんですけれども、細編みして、これ中長編み、鎖、中長編み、鎖、中長編み、さっき編み残したところですね、下の段、そこに入れていきます。こうして、そして引き抜き編みで、先ほどの印、一番最初の引き抜きしたところの印の、この中長編みの頭のところに引き抜きを編みます。こうしてつなぎます。そしてその次の段も立ち目なしです。立ち目なしで、ここからは中長編みだけで進んでいくんですけど、中長編みと鎖だけで、中長編みを下の方に入れて、そして鎖一つ入れるというやり方で、この編み方は他の動画の他の番組でしっかりご紹介していますので、この編み方はこれを参照にしてください。で、今回は編み方はご自分の好きな編み方で、長さですね、大きさは参考にしていただきたいんですけれども、これで今側面10センチ編みました。そしてこれから、ここから最後のこの引き上げ編みの方の最後のここで締めますので、これは細編みを入れます。ですから中長編みの頭に細編み1つ、そして引き上げ編みのちょっと長めの細編み1つという風に順番にして、ここを1つの何ですかね、穴開いてる部分をこう閉じちゃうという編み方をしています。これでまず本体の方の
飾り編みはこれで終わりなんですね。そしてこれ今ここ継ぎ目なんですけども、ほぼほぼこう継ぎ目が目立たないような編み方をしています。そうしましたら次にこの角ですね、この短い方の角と角を垂直に印を打って、これ今物差しで垂直のとこ、この上のここの部分が角っていう印ですね。でもう一つの方も角の印を打ちます。片方でいいんですけども、そしてこの印と印の中心、この中心もマークします。そうすると端の中心になりますよね。端になります。両端に印をしたいんです。で片方をつけましたら、次は目数で次の中心をつけます。ですから偶数でこれ編んでますから、偶数になると思うんですけれども、そして端、左端の中心を決めますね。これは目数でしっかりしていただくといいと思うんですね、寸法じゃなくて。でここを決めました。そして最後の細編みで整えたところ、こう端こう斜めにどんどん左斜めに行きますので、ここは切りまして、今つけました中心の一つ、その中心部分は編まないんですね、編み残しします。そしてここから細編みを編んでいきます。次の中心の一つ手前まで編みます。でこれは普通に細編み編めばいいんですけれども、ここで細編みを端の左の脇の端の中心より一つ手前まで細編みを編みます。ですから両端サイド一つ目ずつ編まないという編み方で細編みを編みます。ここですね、ここで最後、これが最後で一つこれ編まないんですね。そしてここからこの今のこれ編みましたけども、これとあと2段ですから3段細編みを編みたいんです。まあ大体2センチぐらいかな、2センチぐらいの空きが欲しいっていう、2センチないぐらいですかね、 1.8 センチぐらいになるんですけど、でその次の反対側の方の細編みをこれ今編んでいますね。ですからこの3段は同じ色でやる場合は裏返してこう編めばいいんですよ。この私の場合これ色を全部変えてますので、1回ずつ切っちゃってますけど、ここはまあ口元になるところなので、色を変えてもう楽しい色にしたいという場合なんかはこれ3色全部変えてもいいし、そこはそれぞれ皆さんのお好みでやられればいいと思うんですけどね。ですからこれ全部1色もいいと思うんです。最後まで1色。その場合は裏返して3段編めばいいですよね。まあ大体3段が適当かなと思います。この横両サイドのこのスリットがね、スリットの長さっていうかな。これで2段目が編めたんですね。でこれ反対側も2段目編みまして、毛糸のバッグ多少伸び縮みもするので、ワイヤーのバッグにするのはなかなか寸法っていうかな、難しかったので、ハンガーワイヤーで最後、そうすれば寸法がもう間違っちゃったと思って編み直ししなくていいですもんね。これ2段細編みが編めました。そしてもう1段編みますね。これがファスナーの一番端に来る細編みです。ですからここがファスナーの色もありますし、こんな色にしたいなとか、あんな色にしたいなっていうところで、まあちょっと大事な色ではあるかもしれないですね。ですからまあ余り毛糸でするんですけど、まあこれは余り毛糸でしたんです、全部余った毛糸なんですけど、まあその中でもどの色を持ってこようかなとこう考えながらするのも楽しいですよね。こんな風にスリットがされてます。3段
3段ずつね、両脇細編み3段ずつ、だいたい2センチないぐらい、1.8ぐらい。そしてこれが今本体が編めたんですね。糸始末しまして、そして内のりの寸法を測ります。外のりで測ると内側の布がもう大きくなってブカブカで、もうゴソゴソしちゃって、あんまり綺麗じゃすっきりしないですね。ですから内のり寸法を測ってメモします。そして今編みました口元の部分の寸法も測っておきます。そしてその寸法からこういう型紙を取ります。型紙、めんどくさい人は直接布に線を引いてカットしてもいいんですけど、こうして、小さなものですし、型紙を起こしておくと間違いも起きにくいし、直接切っちゃって、寸法大変はこうしてきっちり測られた方がいいかもしれないですね。で、型紙を起こしましたら、これ、マチは奥行き9センチですか、9センチだったものですから、4.5になってますね。これ立ち上がりがあったもんですが、最初9.5だったと思うんですけども、編み込んでるので、次の立ち上がりの段、そこが9センチになってましたね。ですからそこが4.5のマチですよね。で、これに布をカットする時の縫い代、周りぐるっと1センチで、上のファスナー付け部分は1.5センチにしました。ですから、内のり寸法などですっきりと収まるとは思うんですけれども、そうしましたら、この布をカットしましたね。布の中心部分をこうしてマークしまして、で、ファスナーの長さですけども、この布の幅、縫い代をつけた布の幅プラス両端に5センチぐらいずつは欲しいです。ですから、これ今26センチぐらいだと思うんですけど、それにプラス、ですから36センチとか35センチぐらいのものが、ファスナーは欲しいですね。そして、ここが大事なんですけど、ここで編み上がりました、この今のファスナー付け部分、ここの寸法をきっちり測ります。で、この寸法は両サイド5ミリずつは控えて布をつけますから、5ミリですから、全体から1センチ引いた寸法がファスナー付けの寸法になります。で、こんな風にファスナーがついて、そして布がこういう感じで入ってくるんですね。こんな風に内側に。ですから、ここの寸法とっても大事です。端5ミリぐらい、5ミリ、この5ミリぐらいは布が内側に控えてある、短いこの編み場編んだもの寸法より全体で1センチ、両サイド5ミリずつ短くファスナーを取り付けします。これ今間違えるといけないんですけど、今ファスナー上向いてます。ですから、スライダーは上、ファスナー表が上です今。で、表の布の表にファスナーの表を重ねて、表で縫います。ここ間違えないように、ここ特に間違えやすいところです。これスライダー上向いてます。そして中心と中心を合わせて、そして今の寸法測りましたよね。1センチ控えた寸法、全体で1センチ、両サイド5ミリずつの寸法にしっかりきっちりこの寸法で縫います。これしっかり測ってしないと、短いと針金がそこまで入らなくて形が良くないし、長かったら布が出てきちゃってみっともないし、とにかくこの寸法大事です。ですから、これ24.6と変な寸法なんですけど、その24.6なら24.6をしっかり測って、そしてその底の部分を取り付けしますけど、この時に布はファスナーから上に1センチちょっと、1センチか1ミリか1センチ2ミリぐらい出てます。上に飛び出してます。そしてファスナーのこの幅のだいたい中心部分ぐらい、
中心部分ぐらいを縫っていきます。これ今手縫いしてます。これ今中心よりちょっと下ですけど、中心部分に縫ってください。そうしないとちょっとこれ引っかかりやすい寸法でしたから、中心ファスナーのこの布部分の中心部分ぐらいを縫ってください。これもちろんミシン縫いで、ここからも全部ミシン縫いでしたらもシャーッと早くできちゃうんですけど、ミシン縫いでも全然構わないですよね。変えてまあミシン縫いでしたら綺麗に仕上がるというか、まあ丈夫く仕上がると思うんですけども、まあ、手縫いでももちろん全然いいですよ。編み物される方、ミシンあまり使わないわという方もいらっしゃると思って、今回は手縫いで提案しています。そしてこうして、これファスナーの布は硬いのでなかなか縫いにくいんですけども、こうしてしっかり縫い付けします。これ上向いてますよね、ファスナーフライダー上、これは気をつけてくださいね。ここ間違いやすいところです。こんな風になります。ですから裏側に表がつく、ひっくり返して本体につくもんですからそうなるんですけど、そしてこれをきれいにしっかり縫い付けします。でまあ、目数じゃないねこの目の大きさが大きくしか縫えないわ。もう手縫いもミシンもあれだけど手縫いもあんまり得意じゃないわっていう人は心配しなくっても、2回縫えばいいんですよ。ここ2度縫い、全然そんな自分の思うように、要は綺麗に仕上がればいいんですから、自分のやりやすい方法ですればいいですね。はい、もう一回しました。これファスナー上向いてます。本当にここ間違いやすいですから気をつけてください。そして反対の方も同じ寸法でしっかり中心と中心を合わせて同じ分量だけ縫い付けします。ファスナーを縫い付けします。ここ中心と中心合わないと両脇縫った時に変な風になっちゃいますから気をつけてくださいね。こんな風になります。こうなってますよ。これ今見えてるのがファスナーの裏、これが今のファスナーの表。そして両方を縫い付けします。これ今のちょっと縫ってみましたよね。これちょっと縫ってみたんじゃなくてちょっと入れてみますね。こんな風に入るんです。内布がこんなことになります。こうね。そうしましたら次は両サイド、布の両サイドを縫い付けします。この布の両サイドをこうしてしっかり合わせて縫うんですけども、この時に気をつけることがあります。ファスナー付けから下げた部分で縫うんですね。これ今ファスナー付けましたよね。そこのファスナー今これきれいに折り返すと、そこから4センチ、ここ今4センチぐらい下げとかないとここがきれいにいかないですね。ですからこれはそれぞれ皆さん、まあ、もっと大きいものを縫った場合は多少寸法が変わってくると思うんですけども、4センチぐらい下げたとこ、ここまで脇の1センチの縫い代を縫います。ですから脇の 両サイド同じことするんですけども、4センチ下げたところまで縫っちゃいます。下からね、そこから4センチ、反対側もそのように縫います。ここはあまり力かからないので、まあ、ざっくりっていうか、まあ、しっかり縫えばいいんですけど、縫えてればいいですね。これ今4センチ下がったところまで縫いますね。両方ともこうして縫っておきます。これ手縫いはまあ最初と最後は返し縫いしとくといいですよね。でこんな風になってます。こうしてこんな風になりました。そうしましたらその次、今縫ったところの縫い代を割りまして、きれいに、そしてこれファスナーに取り付けしました端ですね。これこうして折ると三角になります。こうして三角、これは寸法違いますでしょ。上は
途中で控えてあって、下は1センチの縫い代ですから、こんな風になるんです。上の方が短い、当然短いですよね。5ミリ控えてますから。そしてこの三角になったところをこうしてしっかり折っておきます。こんな風になってます。これアイロンかけてもいいんですよ。アイロンかけてもいいんですけど、まあ編み物をしながらこうしてちょっとバッグも手縫いしてアイロン出すのも面倒くさいわということもあると思うんですけど、こうして爪アイロン、これでやってくださいね。で、両側こうして三角に折りました。三角っていうか、まあ、ちょっと斜めだ、斜めに折りました。そうしましたら、次にこのファスナー、次またファスナーつけて、これ表になってますよね。ファスナーは裏こうなってます。縫い代が出てますから、飛び出してますから、縫い代がだいたい2センチ2ミリぐらいかぶさってます。こうして折れてます。そこをここがこれこうなってますよね。かぶさってますよね。かぶさってますから、この今の付け位置から1センチ3ミリ下がった位置、これ1センチ3ミリ、ここを直線縫いで縫っていきます。これファスナー付けのところ押さえの1本押さえで縫っておいてよかったと思います。それをやっておいた方がいいと思います。ミシンの場合はこれきっとやると思うんですけど、手縫いの時もやっておいてもいいですね。これですから、付け位置から1.3センチのところを直線で縫っておきます。で、これがワイヤーの入る、なんていうかね、ワイヤーの入るところ、ここが輪になってきますから、ワイヤーが入っていきます。ここにワイヤーが入るところを今縫ってるんですね。こうやってずっと縫っていきます。ぐるぐるぐるっと縫っていきます。ぐるぐるじゃないね 直線で縫っていきます。これこんな風に縫えますよね。で、端で切って糸切って、そして反対側も同じように縫います。それでこれで今こうなってますよね。輪になってますよね。で、しかもここを縫い代っていうかね、中に入ってるのが三角でちょっと多めなので、飛び出してこないと思います。これで反対側も同じように1.3ミリの下を縫います。ぐるぐるっとじゃないね 縫います。そうしましたら底部分を縫います。底部分を1センチ、ここもまああまり力がかからないですよね。荷物入れてもここにこう力がすごくかかるわけじゃないから、まあざっくりでもいいですよ。まあ、縫えてればいいと思います。これ裁縫上手でやってもいいですよね。全部同じ工程で裁縫上手だと、ワイヤーの入る部分がボンドがはみ出すとちょっとややこしいかな。まあ、そこだけ気をつければ全然裁縫上手でもうまくいくと思います。そうしましたら、マチをこうして縫い代をきれいに割って、きれいに割りますよね。これ割ってくださいね。両脇の両サイド割れてますから、底部分もきれいに割って、そして縫い付けしていきます。で、両サイドね、これ両側のマチを縫ってます。これ編み物もして、そして内布もファスナーつけて、しかもワイヤーだもんですから、結構この動画が長くなってしまって、長い時間お付き合いしていただかなきゃいけないので、ちょっと申し訳ないんですけどね。こうして縫えました。そうしましたら、ちょっとこうして折っておいて、そして本体編んだバッグにこれを縫い付けします。で、この時にこれ境目結構わかんない編み方ですよね。で、これ今これ境目、これをまあ手前にした時に
右利き左利きあると思うんですけど、このスライダーを右に持ってくるのか左に持ってくるのか、これ後から使う時に、あ、これスライダー左だったわとか、右、これ右の方が良かったのにって思わないように気をつけて、そしてスライダーの位置を決めて、これ左右対称ですからね。そして縫い付けしますね。で、この時縫った時、これ寸法5ミリ控えてましたよね。ですから5ミリ控えたところにこうして止めていきます。こうしてね、端、これ寸法測ってますから、しっかり寸法が出てるもんですから、この内布の状況にこのバッグの編んだ方を合わせるんですよ。どうしても編んだものは伸びやすいので、ずれてくるかもしれないです。でも全体をこうしてしっかり留めて、全体にしっかりこの布の寸法に合うようにこの編んだバッグを合わせていきます。これですね。で、伸ばしたないように、伸ばしちゃったりしないように、ここでしっかり寸法に合うようにこうして載せていきますね。この時にファースナーのこのか、あの部分ね、このスライダーが走る部分、この爪っていうのかな、なんていうのかな、この部分がほんの少し見えてる感じ。そうすると綺麗です。これぴったりだと、ファスナー閉めた時になんかこう編んだ、この最後の編んだところがなんか窮屈に見えるんですね。ほんの少し、ほんの2ミリぐらい、2ミリもうちょっとでもいいかもしれない。ファスナーが見えてる状態、こうなってますか、三角こうなってますよね。こういう風な状況になってます。そしてこの時に、これ留めた時に、この内布があまり大きすぎて、こう縫い方によって、まあ多分いいと思うんですけど、大きすぎてなんかゴソゴソするようでしたら、ここで底部分をもっと縫い縮めるかなんかして、綺麗な状況になるように調節されるといいと思います。で、これ今ここから縫っていきますね。端からずれますから、どうしても相手が伸びるものなので、こちらは伸びない、相手は伸びるっていう風なので、ずれますから、しっかりクリップなり待ち針なりの留めて、そして端、特にこの端はワイヤーが入るととっても力が入るとこですから、しっかり2、3回くるくるとして縫って、そしてこれファスナーが色が変えてますし、これ同じ色だったらそんなに目立たないんですけど、色変えてますし、結構目立ちますから、ここ綺麗に寸法、同じその見えてる状況が同じぐらいの見えてる寸法っていうかな、2ミリなら2ミリ、3ミリなら3ミリを綺麗にこうまっすぐになるように縫い付けしていきますけども、この時は返し縫いしてます。こう1ミリ返して6ミリぐらいすくって、そして1ミリ返して、また6ミリぐらいすくってという縫い方です。で、この時この編んだ方の一番外側部分は拾わない。ですから、ここでこれミシン縫いした時でもここだけは手縫いだと思うんですけど、この時ちょっと気をつけた方がいいですね。綺麗に仕上げるためには、編んだ外側の編み目に響かないところで、でもできるだけたくさんすくう。しっかり縫い付けれますから、ここね、今のこの部分。手探りでやっていけば、まあ慣れてる方はそんなこと言わなくたって分かってるわって言われる方もいると思うんですけども、まあ基本初心者というか、まあ手作りがもう大好きで始めたけど、どうやったらいいか分かんないわという方たちが主な対象ですから、その辺はご勘弁くださいね。結構まあこんな細かいことまで言わなくたっていいのにと思う方もいらっしゃるかもしれないですね。こんな風に綺麗に縫い付けしてくださいね。ここでまあ仕上がって自分で持っても、例えばこれをプレゼントにするとしても、こういうところが綺麗にできてると、ああ丁寧に縫ってくれたんだなって思うと思いますね。そして最後まで来ました。最初の列の最後、
最後まで来ましたら、ここもしっかりすくっておいて、3、2、3回、その三角来ましたね。の三角続けて縫います。縫い止めします。そして次の反対側のこの上側を縫っていきます。ですから、閉じちゃいます。ここの入り口、こっちも入り口になってますもんね。作ったわけじゃないけど、畳んだだけですけど入り口になってます。ここを全部閉じて、片方いらないもんですから、入り口ここ閉じて、ずっと縫い進めていっちゃいますね。この三角のところね、これ大きいバッグでもこのぐらい控えてた方が綺麗にいくですよね。結構4センチは多かったかなとか思ったんですけど、この布が斜めになってますから、このぐらいあっていいと思いますね。まあ、開けた時もそんなに見苦しくはないです。まあまあ綺麗にできてます。最後はこの、一つ編み残した一目の部分は閉じちゃいますから。そして反対側も1ミリ返して6ミリぐらいをすくうというすくい方で、そして編み地の方にしっかり留めつけて、でも糸は前上に出ないようにして編んでいきますね。そして変えてきましたね。次のところのこの三角の手前のところに変えてきました。そしたら、ここはワイヤーの入る入り口ですから、ここ縫っちゃダメですよ。ここで留めます。糸止めします。ここしっかり縫って糸止めします。そしてここで糸止めして、そして入り口だけ残して、この三角を縫います。三角下のとこ、これ入り口だけ残します。これワイヤーの入る入り口、これワイヤー入れてから一緒に留めればいいじゃないのって思うかもしれないけど、ワイヤー入ってからだとすごく縫いにくいですから、ここは綺麗に縫うためには、先に綺麗に三角に縫っておいた方がいいですね。ここね、この部分、まあ、力かからないんですけど、ちょっとだけ2、3回ぐるぐるしときました。貫抜きみたいなふうに、まあ、しっかりした貫抜きじゃないんです。で、こうして三角をきれいに縫いましたら、そうしましたら、これで、まあ、本体縫い付けはこれで、あと最後閉じるだけなんですけどね。ワイヤー入れた後ね。そしてこの端ですけど、これは布でしてもいいし、もう本当にどうしたらいいかなって思ったんですけど、結局花を編んでみたり葉っぱを編んでみたりしたんですけど、なんかピンとこなくて、結局このちょっと長めの細編み6段か7段のものを3段かなんか編んで、あ、6目か7目を3段か4段編んで、こうして挟み込んで、そして縫い付けしました。まあ、これはこれでかわいいんですけどね。四つ葉のクローバーを編んでみようかなとか思ったんですけど、さらに皆さんお好みでしてくださいね。これはちょっと長めだったので、後で訂正しています。こんな風に、これ底板の薄い段ボール入れてもいいんですよね。入りますよね。これでね、この編み地が結構こうしっかりしてまして、これで内布に芯も貼ってないんですけど、これでもこれ自立してますよね、しっかり。この編み方、バッグにおすすめの編み方です。しかも境目が、継ぎ目が見えにくい。そしてワイヤーの寸法を決めますけど、ハンガーワイヤーをこうしてさばいて、そしてこれ前にあったので、この白になってますけど、これさばいて、そして寸法を決めますね。この時にワイヤーの寸法は、この入ってる部分、これ入れる部分の本当に1センチ控えない方がいいと思いますね。だいたい6ミリぐらい、5ミリだとちょっと少ない、6ミリか7ミリぐらい控えた寸法でこのワイヤーを切ります。そして端の、いつもの端のこのガムテープ、
これ大事ですよ。これ引っかかりますよ。これもしやってないと。このちっちゃなガムテープでいいので、これ一回貼るともう剥がしにくいぐらいしっかりつきますから、こうしてくるくるっと端を止めていくっていうか補強しておきますね、ガムテープで。そしてこの折る寸法、ここ折る寸法、マチが9センチでしたから、まあこれ4.5でやってますけど、このマチの寸法より少なめはいいんですけど、多めはあんまり綺麗じゃないかな。こう上がこう三角みたいになっちゃうって。まあでも、まあマチの寸法、周辺の寸法でいいと思います。ですから4.5でしたから、4センチでもいいし、4.5でもいいし、5センチでもいいと思います。それはまあお好み。そしてもうこれをコの字じゃなく、ハの字でもいいですね。で、こうして針金入れますと、最初は少しこう、なんていうんですか、いびつです、これ。ちょっといびつです。どうしてもこうなります。そうしましたら、こう入れてからでいいので、こうして整えます、サイズ。そうすると綺麗に収まります。そして最後にこのワイヤーを入れた部分を綺麗に縫い閉じしておきますね。これしっかりしておかないと飛び出しますよね。あ、最後じゃない まだあった。これ最後にこの一目、これ編み残しましたよね、細編み最後のところで、このスリットのとこ、ここしっかりこうして縮めておきました。まあ、これどちらでもいいとは思ったんだけども、ここはファスナー開け閉めするときにどうしても伸びやすい部分かな。で、まあ編み物ですから、伸びやすい毛糸ですから伸びやすいので、ここのしっかり糸で縫い閉じておきました。で、これで完成いたしました。芯を入れてもいいですよ。ですからこの編み地がもっとやわやわのに、ふわふわのが好きっていう人はやわやわの編み地だと思うんですけど、その場合は内布になかなかしっかりした芯を貼る。で、芯が薄かったら芯を2枚とか3枚とか貼るとして、その場合は縫い代部分に芯を貼らないで、そしてしっかりこう芯貼ったらもっとこう、なんていうか、綺麗になると思うけども、このハンガー入ったところ、ここ折れますよね。そこの部分があんまり硬いと、モリモリして硬くしちゃうとあまり綺麗じゃないです。なんかごそっとします。そこのところはちょっと布とのすり合わせっていうかね、布との相談なんですけどね。こうして編み物のバッグをワイヤーにする時の寸法取りもご参考になったかと思います。これは編み地の、ここの番組で見てくださいね。編み地の参考、まあご参考になればとは思うんですけれども、編み物好きな方どうぞ編んでみてください。ああ、余計しゃ